のびるブログです。この動画では Android アプリの紹介をしています。今回紹介するのは100マス計算アプリです。100マス計算とは100個のマスに対し一番上のマスと左端のマスの数字を足します。ではアプリを見ながら使い方を説明したいと思います。概要欄に Google Play と Amazon Store のリンクが貼ってますので、そちらからダウンロードできます。そして一番最初のマスにカーソルがセットされています。左の十字キーでカーソルを動かすことができます。はい、このように動かすことができます。そして先ほども言った通り、上の行と左の列の数字を出します。一番上のマスですと一番上が2、左が5になりますので、これを出して7ということになります。このような形で、全部のマスを埋めます。そして、全部のマスを埋め終わったら答えを押します。で、今回の場合は1つしか入っていないので正解は1、不正解が99です。かかった時間は87秒ということになります。そして、このままもし間違いがあったら続けるを押して、すべて合ってる場合は次の問題を選ぶことができます。で、今回は続けるを押して、で、このような形で間違ってるところを、カーソルキーで選んで、ここ7と5を足すと12なので、間違った場合、入力を間違った場合は削除ボタンを押して、削除します。そして12を入れる、こういう形で、進んでいきます。そして、次にこの出題範囲を変えたい場合は、少し、下に行って出題範囲のところで選びます。で、こちらの側を選ぶと最小値が10、そして、最大値が21、という形になります。で、今回はちょっと31にして、で、次の問題を起こしますと、これか、もう一回押して、はい、これで、そうですね、大きい、数が20代後半が入ってますので、出題範囲は10から31に変わりました。で、このようにして遊んでいきます。のびるブログではこのような形で面白い Android アプリを紹介しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。